道には 800m の1組に4名目に出場です。正確に刻んだと思うよ。もう俺の中でベストペースだ。ありがとう。ああもう。ありがとう。リリーさん何ボスか。52秒16の52秒44。44来たね。え4。違います。何ボ？44って何ボ？43だと思う。嘘だろ。うわぁ、0.02 0.02 だけじゃ2番っすね。うわぁマジか。正式言いに来たよ。あいちゃお前何ですか。1何ですか。1やばぁ。あと完璧やった。3の3で入って1秒で入ってるやろ。2秒切りやる。9分マジか。うわ、氷たっぷりあるんだ、これ。はい、アイシングして。あった。惜しい、1っす。2が1? うわー、惜しいな。うわ最低からした。50を切った。50が切れたんですね。めちゃめちゃうまかったね、46の間。あんまり14打ち上がりましたね。いやー、惜しくもですね。いや、
タイム44ということで、馬場選手のね、中学記録が、1分52秒43ということなんで、ほんと 0.01 秒とキクってね、もう最後取るそうでね、0コンマ1秒削り出そうとね、杉本選手も頑張ったんですけれども、まあ、惜しくも中学記録の更新はならずということになりました。でも本当にね、もう痺れる、もう熱いね、レースをしてくれたんじゃないかなというふうに思います。まあ、タイムの方もですね、入りの400は52、53ぐらい、53ちょっと勝ったぐらいかな。馬場選手は大体54ちょいぐらいで入ってるんで、入りのね400は早めに入ったんですけれども、まあ、ラスト入った分もう200からのね、ちょっと伸びがね、もう一押しだったのかなというところで、いや本当にもうね、中学記録が出ちゃうんじゃないかなという雰囲気がね、もうプンプンしていたんですけれども、最後の最後でわずかながらね、届かなかったということでした。ではね、ここでもう一度、今日のレースの最後の 400m、こちらをね、振り返ってみたいなと、思います。さあラスト1周の鐘が鳴るところで、1周目のねペーサーのまず山田さんが外れると、そしてね、大の、今回ね、ペースメーカーを務めていただきました、津田選手、そして飯尾選手が、ラスト引っ張ってくれるというところで、ラスト300ぐーっとね津田選手がね引っ張ってくれるんですよね。そしてその勢いに飯尾選手もね、ついていってたんで、そしてここで津田選手がまず離脱と、さあそして最後飯尾選手がこの苦しいところのね 200m しっかりと、杉本選手をね引っ張っていくんですけれども、さあまだねこの段階で杉本選手若干余裕あるかなっていう風にね、思えたんですけれども、まあ、ラストね、やっぱ 100m、もうスパート力はとんでもないものがね、杉本選手あるんで、しかしやはりちょっと前半、53でね、まあ、突っ込んでるんで、まあ、そのちょっと疲労がねここで来てしまって、最後いやーとね、いうことでしたと。まあ、ラスト多分59、58は出ないと思うんですけど、まあ、59ぐらいではまとめてるとは思うんですが、まあ、あの中学記録にはね、本当届かなかったと、いうことで、まあ、ちょっとあのゴールをねグラウンドにね突っ伏して、ちょっとあの悔しさをね、にじませてましたけれども、まあ、時間が経ったらね、あのすっきりした顔でもう出し切ったというね、清々しい表情でね、チーム杉本のね、面々で、記念撮影もやってたんでね、やけど、まあすごいことですよ、中学歴代2位ですからね。しかもこの52秒台っていうのはもうあの馬場選手と杉本選手しかね、いや今のところは出してないわけですから。でしかも、まあ、面白いのが、あの中1歴代、中2歴代、中3歴代のすべてにね、歴代2位にこの杉本選手が入ってしまったということで、本当に、杉本選手、お疲れ様でした。本当にね、いいレース、いい記録会だったんじゃないかなというふうに思いますし、コーチのね、山田さん、そして大体のね、津田選手、飯尾選手、特に飯尾選手なんかね、自己ベスト更新して、もう前回標準までね、もうあとわずかまで来てますんで、ぜひぜひね、来年のインカレ出場に向けてね、飯尾選手、そして津田選手ともにね、頑張っていただきたいなと思います。杉本仁選手、中学歴代2位、本当に。おめでとうございます。ザワチャンネルでした。
show